神武美術学校、フォンタネージ創別写真。右端が、秋尾園。秋尾園から1929年11月5日は、明治時代の洋画家。神武美術学校女子生徒6人の一人。写真師中島松地と結婚し、厳冬期制作に携わった。文久3年沼田藩士、秋尾俊義と松の三女として生まれた。1873年通りには、 陸軍士官学校で馬術を教えたが、同僚に、洋画家、川上東外、小山翔太郎がおり、ここで洋画と接点を持ったと思われる。また、浮世絵を学んだ形跡もあり、フェリス女学校で英語を学んだこともあった。1876年12月14日、工部美術学校に女子入学規定ができると間もなく入学し、幾何学、遠近法、飾り画、論理影法、 模写、写生等を学んだ。他の女子生徒には、山下凛、陣中いとこ、大鳥ひな、山室聖、川地花がいたが、そのは最年少で、1877年の画学生進歩表では、第2級の成績を収めている。1880年写真師中島松地と結婚し、退学した。結婚後は、松地の幻統器製造を助け、再色。 死体の制作に従事した。晩年は、牛込区弁店長に住み、1929年11月5日死去し、多摩霊園に葬られた。戒名は、純福院完全定備園大師。ありがとうございます。